こんにちは、ハートさんです。もう年末ですね。いつもなら海外旅行の準備をしている人もいたんじゃないでしょうか。一日も早くコロナの収束を期待したいです。ハートさんは若い頃はバックパッカーをしたんですけど、世界中を激安で渡り歩いてたので、危険なこともまあ多くてですね、インド洋に面したある国では飛行機に爆破物が仕掛けられたってことで、空港に24時間以上のね、足止めを食らったことがありました。帰りたいのに帰れないっていうのは辛かったです。さて今日も昨日より赤く明日より青くの作品をハートさん流にガイドしたいと思います。今回はこちら。コヨーテ。主演は片寄涼太さん、共演にステファニー・パークさん、藤井武美さん、板倉武さん、監督はマリコ哲也さんです。コロナの感染拡大によって日本とアメリカを行き来できなくなった男女の遠距離恋愛の話です。アメリカにいる彼女は人形師で、日本にいる彼は彼女からもらった人形を大事に持ってて、その人形はピノキオ。皆さんピノキオの物語はご存知と思いますけど、初版原作のピノキオは今のものとは全然違う内容で、ピノキオがね、まあ悪い子なんですよ。そんなピノキオなので悪事をね、働いてばっかりで、最後には天罰が下るっていうような後悔先に立たずなストーリーで、描写も結構ショッキングなんですよね。コヨーテの中でも主人公が高校時代の友人の子供に、ピノキオって実はめちゃくちゃ失敗して後悔する話なんだよっていうね、シーンがあるんですけど、これは初版のピノキオのことを話しているんじゃないかなと思うんですけど、この作品にもね、同じようなテーマが根底にあるなって匂わせてるって感じました。主題歌の桜色も、大切な人がいなくなった後に、あの時こうしておけばよかったっていう思いをね、歌ってますよね。片寄さんのね、英語の芝居も良かったですよね。英語の時も日本語の時もなんですけど、表情とか仕草とか役柄にちゃんと合致してて、しっかり自分のものにしているっていうね、のは感じました。やはりラストに向かうにつれて、主題歌とともに切なさがぐーっと増していくところはね、見どころですね。前編を通してコロナ感染による困惑や戸惑いっていう不安定な空気感がずっと流れてるんですけど、これは全員が経験したことで、むしろ今でも続いていることなので、誰が見ても人ごとにはならないっていう作品なんですよね。なのでね、これぜひチェックしてみてください。次回もハトさん流に作品をガイドしていきたいと思います。